風が強いぜ。風がこんだけ風が強いとね、釣りにも行けないですしね。あと動画撮るときもちょっとめんどくさいんですよね。風が強いと風の音ばっかり入っちゃってね、正直自分の声入ってるか全然わかんないんですね。もう勘弁してほしいわ。今日釣り行こうと思ってたんですけどね、あまりにも風が強いんでね、諦めましたね。ていうか釣りなんか行ってないんで動画撮んなきゃいけないんですけどね。もう最近全然アップできてなくて、なんとかしたいですね。梅雨虫発見。どうも皆さんこんにちは、虫もどきです。たくさん虫が鳴いてますね。こんだけ鳴いててね、昆虫が見つからないなんてことはねありえませんからね。今日はこうやってね、夜に鳴いてる虫を見つけて観察していこうかなと思います。なんか見つけられるといいな。結構難しいからね、こうやって鳴いてるの探すのって。さて、なんかいるかな。いました。さあ、どこにいるかわかるかな。ここですね。これです。なんだろう、ツユムシかな。ツユムシっぽいですね。多分ツユムシの仲間だと思います。なんだろう、セスジツユムシとかかな。多分その辺だと思いますね。やっと一匹だ。いや、難しいですね、探すのが。今ね、触覚が動いたんで分かったんですけど、やっぱこうやって緑の中に紛れてるとなかなか見つけられないですね。関係ないですけど、これカメムシですね。こっちはなんだ、ここにいるの。カネタタキかな、カネタタキかな。これは今裏にね、もう一匹隠れちゃいましたね。多分カネタタキだと思います。チッ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 って鳴いてたんで。これね、家の中とかにね、よく入ってきちゃうやつですね。間違えてなければ、多分カネタタキだと思います。そこにも一匹いますね。なんだろう、あれもツユムシの仲間かな。ちょっと遠くて分かりづらいんですけど、見えますかね。ちょうど画面のど真ん中ですね。さあ、分かりますでしょうか。ツユムシの仲間っぽいな。なんだろうな。これも帰って調べてみよう。また降りました。今度はかなり近くで見れますね。ツユムシですね、多分。ツユムシだと思います。おお、かなり近くで見れますね。ほら、見てください。これがね、ツユムシですね。間違ってたらごめんなさい。セスジツユムシの場合はなんか割と褐色型が多くて、あの茶色ですね、茶色いタイプが多くて、緑色型ってあんまりいないんですよね。なんで多分ツユムシだと思います。あと足黒ツユムシっていうのがいるんですけど、別に足も黒くないんでね、普通のツユムシかなと思いますね。あ、逃げていっちゃった。なんでツユムシばっかなんだろう。他の全然見つからんな。いや、でも今日はもう帰ろうかな。うん。でも楽しいですね、こうやって葉っぱについてる昆虫をよく見てね、探していくっていうのはなかなかね、楽しいですよ。簡単に見つからないのがやっぱりいいですね。あ、簡単といえばね、簡単っていう昆虫がいるんですよ。これも秋に鳴く虫なんですけど、今度紹介します、見つけたら。多分そのうちね、見つけると思うんで、これからしばらくこうやってね、秋に鳴く昆虫を紹介していけたらなと思うので、簡単も見つけたらね、紹介していこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。虫もどきでした。バイバイ。虫もどきチャンネル。